自己流ミニマリストリアルです。リアルの流儀へようこそ。本日は捨て活、買い物、健康などについてお話ししたいと思います。70超えたおじいちゃんとかおばあちゃんとね、生活してますから毎日。まあいいや乾杯。今日も飲んでおります。これね、今日農協で調達してきた三年醸造の梅酒です。有機の梅を熟成させてるのかな、なんかわかんないけど、あの梅酒にしてんですって。化粧ボトルみたいなのに入ってね、見た目もおしゃれでね、すごい気に入って買ったんですけど、あの甘すぎなくて美味しいです。ちょっとした田舎の方に引っ越ししてきたんですけど、農協みたいなとこ、地元の農家さんとかが野菜とか置いてるとこ、野菜一つ一つにその育てた人の名前とか書いてあって、お肉とかもあるし、お魚とか、あとお寿司とかお惣菜とかいろいろ何でもあるんですよ。卵とかもね、卵かけご飯専用卵とか、もうちょっと下回ってへんやんお酒が足らんのか、ちょっと飲んだだけで下回ってへんのか、もともと下回らんのかわからんけど、うん、道の駅みたいなやつ。道の駅じゃないんやけど、でうちはそういうのにあまり行ったことがなかったし、もう単身赴任にうちの夫がなってからは、そんな車でちょっとドライブでどっか行くみたいなこともなくなったし、車ねもう手放しちゃったんで、今全然そんなん行けなかったから、おじとね最近付き合い始めてから、おじにね連れてってもらったりしてて、そう JA の直売所、そう、うん、なんかそんな、そういえばレシートあったな。 JA なんとか農協でしょ JA って。何を買ったかというと、大根、椎茸、それからお米がちょうどなくなっててね、どうやって買いに行こうと思って、あの自転車もないからね、私歩きで、で息子は自転車で今買い物に行ってくれたりし始めたんですけど、息子は米買うの嫌やって言ってね、米どうしようと思って、ネットで買おうにも、ネットの買い物する時間が今全然なくて、どうしようと思ってて、今日たまたま行ったから地元のお米買ってみたり、コシヒカリかな、これコシヒカリ5キロで1800円ですって。高いんですか安いんですか分かんない私、はい、現地の人が作った、その農協の人が作ったんですかね、焼肉のタレとか佃煮とか梅干し農薬とかね、添加物の入ってない塩と赤しそだけの梅干しとか、辛いやつですよね。安いですか1800円のお米。おじさま素敵だよね、ありがとうございます。そうなんですよ、おじさまね、見た目が素敵とかそんなんじゃないんですよって言ったら怒られるね、おじに私がツイッターとかインスタにおじのことベタ褒めしてね、書きまくってるから、皆さんあの素敵なおじさま、足長おじさんみたいな感じでイメージ膨らませてくださってるかと思うんですけど、見た目はねバカボンのパパをちょっとかっこよくした感じです。可愛らしい感じですね。田舎のおっちゃんですけど、中身はすごい素敵なおじなんですよ。ご存知ない方もいらっしゃるかと思いますけど、私の実家の片付けを絶賛協力してくれてる、未だに私のおじです。おじがねちょいちょいこれから YouTube の中で、あの本人は出てきませんけど、私の話の中でとか、これからもどんどんね登場するかと思うんですけど、おじ。あとなんだろう、ちくわとか切り干し大根とかスイカ初めて買い、あ違う違う、コンビニにスイカがあるんですよ、田舎ってすごいですよね。このぐらいの小玉スイカ、いくらぐらいだったかな、1000円しないぐらいかな、それを1ヶ月ぐらい前に買ったのが今年の夏初めてで、本格的なスイカ、こんな大きいやつ今年の夏初めて今日買いました、その農協で。それがね1500円、このぐらいの大きいやつ、ちょうどビーチボールぐらいね、美味しそう。今日の夜食べるの楽しみです。夕飯私それスイカ楽しみ。あとかぼちゃとかね、卵100円、あとねめっちゃくちゃ美味しかった、これも見せてあげたんやけど、住んでるとこバレちゃうから見せられへんねんけど、米粉のシフォンケーキ、これめっちゃ美味しかったんですよ。車の中でね、その70過ぎのおじとおじの友達と3人で手でちぎって車の中で食べてきましたけど、美味しかった。このシフォンケーキ、米粉と卵と牛乳と砂糖と油しか入ってない、添加物とかねもちろん入ってないやつ、甘すぎず柔らかくて素朴なね、なんかカステラみたいな感じですごい美味しかった。あと鶏のもも肉とか酢の物とかね、サバ寿司とか巻き寿司とかね、ちらし寿司とかね、いろいろ買いました。で車の中でねそれ食べたりして楽しかったですよ。遠足気分でした。お母様の兄弟ですか、違うんですよ。熱っ、ちょっと待ってね、扇風機をこれ風に当たりながら、 TM レボリューションみたいに風浴びながらやりますかおじはうちの母の妹の旦那さんで、うちの母の妹すなわち私のおばはね50歳ぐらいで亡くなってて、20年ぐらい前ですか、
もっと前かに亡くなってて、まあ言ってみたらもう他人ですよ、おじは。全く血がつながってないし、疎遠になっててもおかしくないような、っていうかむしろ私とは疎遠やったんですよ、はっきり言うて。もともとちっちゃい時からあんまり馴染みのないおじやったし、今回のことで久しぶりに会ったのももう何十年ぶりかわからんぐらいです。で今日ね、農協行った帰りにうちの母の施設のところにちょっと寄ってくれて、母と会ったんやけど、母と会うのも何年かぶりって言ってました。そのぐらい疎遠やったおじなんですよね。ね、何の因果か何の運命かなんかわかんないけど、連絡くれて、なんか困ったことあったら言えよみたいな感じで声かけてくれて、それからもうじゃあっつってお言葉に甘えて、これこういう風にしたいんですけどどうしたらいいんですかとか聞いてたら、もうそんなもうわしに、ま、任しとけ、全部わしがやったるみたいな感じで、全てもう丸投げ。それまでは一人でねもがき苦しんでたんですけど、もうおじが現れてからはもうおじに丸投げですよ。全部おじがやってくれて、おじの言う通りに私は動いてきただけ。で、おじはもう私が全部やった、私が一生懸命頑張って私が引っ張ってってくれたから、わしはもう老体無知ってね、ついていくのが精一杯やったけどついてこれたって、だからお前が頑張ったからやって言ってくれるんですけど、もう全然もうおじが言ってくれたから今があるって感じで、実家の片付けも終えることができてますよ。たまたまメンタリスト大吾師匠の YouTube 見てたら、喋るのとか自分の考えをまとめたり自分の意見を言ったりするのの訓練のためにラジオの配信みたいななんかあるんでしょ、そういうのを初めてやってるんですけどどうですかみたいな質問してる人がいたんですね。そしたら大吾師匠は生配信がいいと、そのラジオもいいんだけど、その映像がなくて声だけで聞いてる人に自分の思ってることとか考えを伝えることができるようになったら強いんだけども、録音しといてそれを流すっていうよりもやっぱり生で聞いてくださる方がいて、生でコメントくださったり聞いてる方とコミュニケーション取れるところで喋った方が自分の訓練になりますよと、だから今すぐ始めるべきは生配信ですっておっしゃってて、で私も YouTube ねライブやりたいなと思いつつ、もう全然その勇気がまだまだ出ないんでね。でインスタライブもなんか勢いでやったらって言ってくださってる方がおったから、ちょっとやってみようかなって感じでフラッと始めたけどもね、大吾師匠がそうおっしゃってたから、そうかと思って、私もじゃあその訓練のためにこのねインスタライブ調子乗って何やってんねんって思われるかなと思ってたとこやったんですけど、いや師匠がそう言うてるからこれはもう訓練と思ってやろうと、訓練というかそんなね辛いことでもないし、いやいややってるわけでもないし、むしろ楽しいし、訓練の意味でもあり息抜きの意味でもあり、 YouTube の投稿の種明かしっていうかね、裏事情っていうか、そういうのもお話できたりとかするし、楽しんでくださる方は楽しんでくださるかなと思って、うん、やろうと思ってるんでね。アウトプット大事らしいですね。そうなんですよ。ツイッターとかインスタとかブログでアウトプットは私散々してるんですけど、やっぱりこう声に出して言うのってすごい大事なんやなって YouTube やり始めてすごい思いました。普段ねいろんな人と喋ること大事って言うけど、リアルな人と喋るときって自分の言いたいこと半分ぐらいしか言えなくないですか。半分も言えないでしょ、大体。気使ったりとか、相手が楽しくないやろなとか、相手の興味ないこと言ってもしゃあないなとか思って我慢する部分とか、考えがまとまらへんくって言えなかったりとか、病院とか行っても、自分の症状とか辛いこととか、先生に話したい、聞きたいなと思ってること10個あったとしても、そういう場合は緊張したりとかね、なんか物おじしたりとかね、先生怖いから言えなかったりとかしてね、もう1個2個言えたらいい方じゃないですか。で、あと、仲いい人と喋る場合も、盛り上がりすぎて一個言ったら向こうからもポンって返ってきて、そうそうそれなって感じになって、こうどんどん話がいろんな方向に飛んでいくっていうか、自分の言いたかったことがあったのにこう次から次に話が膨らんでって、どれも話結論まで行ってないやんみたいなね、最後最後まで盛り上がるんやけど結局話足りひんかったみたいなことになりません？最後まで話せへんかったこといっぱいある、もうもっと喋りたかったのにバイバイとかってなりません？でね、そういうのになることを思ったら、YouTube で喋ったりとか、こうやってね、インスタライブとかでね、こう喋って、ね、私の言ってることこれ皆さん聞いてくださってるでしょ？それがね、すごいね、いいみたいです。やって気づきました。だからね、皆さんおすすめですよ。YouTube とインスタライブ一緒にいかがでしょうか？アウトプット最強ですよ。やっぱりこう喋ってね、聞いてもらってね、言いたいこと全部言えるっていうのはなかなかのね爽快感です。生理はすごく疲れますよね。頭使うしね、体も使うしね、メンタルもなんやったら疲れますから、
その状態によってはかなり疲れるし、もうそれも修行やと思います。片付け整理は修行です。実家の片付けなんてもう本当にもう最強の修行ですよね。後になってああ言えばよかったと思うことあります。それ私でもありますよ。いやあれ言えばよかったとか、こう言えばよかったとか、こう返してやればよかったとかね、いっぱいあります。腹立った時なんか結構ありますよね。あと病院ね、病院で先生にこんなこと言いたかったのにっていうのいっぱいあって、もなかなか言えなくてね、後でこう言えばよかったって思うことは結構あります。上手な相槌打つ人とやったらすごい私もっと喋れます。皆さんもそうでしょうけど、聞き上手な人って本当にねいますよね。その聞き上手な人と話するのが一番気持ちいいかもしれませんね。やっぱり一人でこうやって喋って、こうね生でこうコメントで返してくださってたとしても、やっぱりね一方通行な感じはやっぱりありますから、コメントも自分でこうやって遡ったりしないと分かりませんし、会話やったらキャッチボールでねできますから。片付けやお料理しながら独り言たくさん喋るのはダメですか？いいんちゃいます？喋る練習にはなりますよね。いいと思いますよ。シングルタスクとか、その瞑想的な意味では片付けしてる時とかお料理してる時に、その自分がやってる作業そのものに集中して他のことは考えない。その雑念が浮かんできたり他のことが頭に浮かんだら、あ、今自分は気が散ってるなって、今この目の前のこの食器から意識がこっち行ってるなっていうのに気づいて、それをここに戻す作業をする方が効率もいいし、メンタルにも脳にも健康にもいいとかってね言いますけど、おしゃべりする練習をするという意味では、まあ片付けしながら、その片付けの実況中継じゃないですけど、まあ私の YouTube と一緒ですよね。片付けながら、これああでもないこうでもないって、あれでもね進みますよ。集中できると思います。他のことに気が散りにくくなるんちゃいます？やっぱこう声出して、この服はこれシワがどうのこうの、シミがあるからどうのこうのとかって言ってる方がやっぱ集中できるんじゃないですかね。自分のものを少しずつ減らしているのですが、一番服が捨てられないです。服が一番ハードル高いって言いますもんね。ん？思い出の品が一番ハードル高いのか。こんまりさんのやり方は服からでしょ？服が一番やりやすいからなのかな。服が一番量が多いから達成感味わいやすいし、やりやすいからですかね。洋服好きな人は洋服やっぱりやりにくいんじゃないですかね。やっぱ自分の思い出の強いものは難しいんじゃないですか。私は本がやりやすいですよ。なんでかっていうと、服って手放したらそれで終わりじゃないですか。帰ってこないですよね。帰ってくるものもあるかもしれないけど、大体のもの無理ですよね。本って手放してもほぼ 100% 戻せるでしょ。プレミアがもしついてたとしても、 Amazon とかの中古とか、それこそねメルカリでもいいし、本も大体絶版してない限り買えるじゃないですか。だから本は手放してもまた戻ってくると思ったら意外と簡単にいけますよね。で、読んでなくても絶対読まないとかね、図書館にありますやん。そんな滅多に図書館行くことなかったとしても、本当に読みたかったら図書館に行ったらあるわとか、図書館にね、今その都道府県によって違うかもしれませんけど、インターネットで予約できるじゃないですか。で、それをやれば必ず読めるんやと思ったら、私は意外と簡単に手放せましたね、本が。だからメルカリを売るのも本が手軽やったから本からやったし、手活も本と服と同時にやったかもですね。あとカバン、服よりカバンの方がやりやすいかもしれない。私が一番ねやりにくいのはアクセサリーです。アクセサリーは難しい。私、あと写真かな。写真も捨てても捨ててもめっちゃ最初の量が母体が大きいんでね、なかなか減らなくて、服はもうだいぶ捨てれるようになりました、もう訓練で。ご実家の片付けの YouTube 楽しみだけど完了するのも寂しいです。それねよく言ってくださるんですよ。自宅に荷物を大半持って帰ってきてるんでね、テイクアウト実家の片付けっていうシリーズを始めようと思ってるんですけど、なんですけどね、実はこのスマホの中に動画が200本ぐらい入ってるんですよ。細かく分かれてるんですけどね。で、もう撮れないんですだからどんどんアップしていかないと、あの YouTube を次の動画が撮れないんで、テイクアウト実家の片付けは録画されない状態でちょっとずつ進んでいってるんですね。ずっと経過をね見てくださってる方は、あれいきなり片付いてるやんみたいなことになるかもしれません。その辺はねちょっとこの拙い私のこのトークで
補足させていただきたいと思っております。片付けシリーズで、まあ、しばらくずっとね実家から自宅になって続けていくつもりやし、片付けはもう一生続くものやと私は思ってて、もうそれが生きるっていうことなんやっていうことにミニマリストなんて気づいたんでね、片付けっていうのはもう私にとっては永遠のテーマであるので、片付けをテーマにした動画っていうのはこの先も続いていくと思いますんでね、今後もご視聴いただけるとありがたいです。お願いします。ラジオ代わりに聞いて家事してるんですが、リアル流の捨てる基本をスクショしなきゃいけないのでついつい見入ってしまいます。リアル流自己流ですからね、資格持ってるわけでもないし、真っ当な勉強もしてきてるわけでもないし、押し付けるつもりも全然ないし、偉そうに言えることは何一つないんですけど、私がやってるやり方としてご紹介してるんで、参考にしていただければ、何かヒントになることがあれば嬉しいなと思っております。扱いやすいですしね、本はおすすめ。あんまり本からしたらいいですよって言ってる人とか本とかあんま見たことないような気がするんですけどね、だいたい服から言ってません？皆さんテレビとかも、うん、あとキッチンやりやすいと思いますよ。キッチングッズ、うん、本とキッチンやりやすいかもしれない。実家の片付けをやっても次から買ってきて大変です。ご両親ですかね、終わらないですよね。そうなんですよね、入ってくるのを止めないとやっぱりダメなんですよ。自分の片付けも、私も最初捨て活をやり始めた頃、その元々マキシマリストやったから、捨てたら捨てた分だけっていうか、そのもう意識ないんですよ。この間給付金何に使いますかっていう質問あったでしょ、あれもそうですけど、そのお金が入ってくることによってそのお金を何に使うかとか、もうそういう感覚はまずないから、いるものはいるし、いらないものはいらないって感じやから、その捨て活をやってたって欲しいもんは欲しいんですよ。買いたいもんは買いたい、それはその衝動は止められないし、欲しいから買うんですよね。そうしたらやっぱりなんぼ捨ててもいっぱい買ってくるから、結局物は減らない。でまあその時は全体量を減らしたいっていうより、いらないものを捨てたいと思って最初やってたからそれでよかったんですけど、そのうちね物が多すぎることによって苦しんでる自分に気づいて、あ、これはちょっと止めなあかんなと思って、ストレス発散で物を買うこととかそういうのをやめて、減らすことだけに集中していこうってもう決めてやりましたけども、それはもう自分で気づいたからできるんであって、なかなか自分で気づくのって難しいし、人から言われてもなかなか受け入れられない。それも捨て活だけに限らずね、何でもそうですけど、大悟師匠もねよくおっしゃってますけど、人ってそう簡単に変わらない。周りがいくら言ったってやっぱ分かんないでしょ。だから誰かを変えようと思っても絶対無理やから、まあ、絶対ではないけど、まあ無理やから自分が変わった方が早いでしょっていうね話で、実家の片付けに関しても親自身がやっぱり自分で気づいてくれないとダメなわけですよね。でまあ子供が言うことによって気づいてくれるようなうまくいくパターンやったらいいんですけど、なかなかそううまくいかないですよね。だから私の場合はもうやりましたよ、言いました。もう喧嘩欲しいになったことはありましたけどね、自分もやってみせて、横でやってればやるかなとか思ってやってみたりとか、本を買って与えてみたりとか、テレビでやってた特集のやつを録画して見せてみたりとか、いろいろやりましたけど、でもまあ無理であんな状態になってたわけでしょ。でもう私は諦めるっていう方法を取りましたね。でもやっぱり言うことは言い続けました。それはもう子育てとかも同じで、自分が正しいと思うことを別に相手に押し付けるわけではないんですけど、やっぱり親として、そしてまた 子として親に、私はこう思うしこうしてほしいけどなって、でもまあ自分で考えて自分の思うようにやってっていう感じで、私はこう思ってるけどなっていうのは、それも諦めた後でもずっと言い続けて、ほんで自分が変わる、もうそれ見ててずっとイライラして腹立ってやってたけど、もう無駄やと、もうその神経すり減らすぐらいやったら他のことにね、そのパワーを使った方が自分の幸せのためやし、自分が物を減らして片付けてやることで、結局まあもう親が自分の荷物を管理できなくなった時に自分の荷物になるわけでしょ。それがだから自分の全体量がそこで増えるわけじゃないですか。でその前に自分の荷物を減らしておけば、トータル足し算したら減ってるわけでしょその時に。だからその時に備えて自分は減らしとかなあかんと思ってミニマリストを目指したっていうのもあるんですよね。でそれまでに鍛えとくことで
実家の片付けするときにすごい役に立ったと思ってますよ。だから実家の片付けで苦労なさってる方とか、まあこれから親にどう持っていこうかなとか思ってる方とかは、自分はこう思ってるし、こうしてほしいんやっていうのを揉めない程度に伝えつつ、親子関係で一緒に頑張っていけるような場合は一緒に手伝ってあげるよっていう感じでやってもいいし、気づいて親御さんがやってくださるようなとこもあるし、実際そんな方もいらっしゃったんでね、コメントをくださってる方でも、あの親がやってくれてるって言ってる方もいましたから、そのきっかけ作りにこっちから発信するっていうのもありやし、無理やったら私のように諦めつつ、自分の荷物をもう極力減らしといて、最終的に自分がやらなくちゃいけないんであれば自分の方を楽にしとくっていうね、方法がよろしいかなと思いますね。私の知る限りですけど、他にも方法はあるかもしれません。自分のテリトリーからが楽かも。そうですよ、自分の範疇でできますからね。自分の価値観と自分の判断で全部できるし、誰からも文句言われる筋合いないですからね。私は親に文句言われてましたけどね、そんなん捨てたらもったいないとか、そんなことして罰当たりがとかね、言われたりとかしましたけど、最初の頃は母も元気でしたから。ですけども、もう私のものやし、私が買ったものやし、あなたにとやかく言われる筋合いはないわって、そこはね突っぱねましたね。お母さんと一緒に片付けをすると必ず喧嘩になります。なりますよ、お母さんが捨てれない人なので。そうですよ、うちもそうでした。喧嘩ばっかりです。喧嘩してました。母の実家の片付けも、実家で私がもしね、母と一緒に住みながら、母の面倒を見ながら、母の片付けをしていたら、今頃ゴミ屋敷のままやったと思います。何一つ捨てさせてくれなかったと思います。だからある意味ね、私はラッキーやったなと思ってます。全てのことが私の背中を押してくれたっていうか、こう風向きが追い風になったっていうかね。母の認知症、それからまあ息子の大学が母の田舎になったっていうのとか、コロナで家から出られない、まあうちでやってたわけじゃないですけどね、実家まで通ってましたけど、片付けぐらいしかできないような状況、自粛モードやったっていうこととか、あのうちのおじもまだ現役で働いてるんですよね。コロナやったから仕事があんまりなかったから手伝えたんやとかって言ってたから、もうそのコロナがあったからできてるんやなっていうのもあって、全てがね良かったんやろうなって思ってて、ラッキーやったなって思ってます。実家の両親超高齢になったので、院が少なくなったので片付けやすくなりました。うん、そうですね、やっぱり入ってこないようにしないとダメですよね。物を減らすことにも理解しだしたから、そうなんやね、やっぱり変わってるんですね。うちの母は買われてるかどうかは分かりませんけど、でも家を出て、そのサービス高齢者住宅に体一つで入って、そこに必要なものを私が今届けてってる状態でしょ。ミニマリストたけるさんが映画の真似をしてマンション借りて、裸でマンションに入って、必要なものを一つずつ、ね、倉庫か自分の家かなんか分かりませんけどから持ってくる。段ボールの中から出すんでしたっけ？それやってらしたでしょ？それをね、うちの母は実践してるような状態やったと思うんですよ。でね、たくさんのものと家と距離を置くことによって、多少の執着が消えたような感じがありましたね。だから家も絶対におらない。私はあの家で死ぬみたいなこと言ってましたけど、早くあの家どうにかしないと、あの家から荷物を早く出して、早く売らないと、売れないからとかって急に言い出したり、もう服ももういらんも好きにしても、最初ね、私がメルカリやり始めて、もう何でも売るから、あなたの着てない服とか全部、私に送ってとかって最初言ってた時は、そんなん売ったらあかん、そんな私の服、いいのばっかりなんやからとか言って言ってたけど、全部いらんも早売ってとか言って。ほんでもう安いんでいいから着やすいやつで自分の好きなやつ着たいとか言ってね、最近言うてるんですよ。だから、価値観とか考え方も変わるし、年いってね、私が言うんじゃなくて自分で気づいて、それと距離を置いて一旦冷静になったっていうのがすごく大きかったんやと思いますね。そういう機会があったこともラッキーやったんちゃうかなと思います。そして元気もらえてます。ほんまですか、ありがとうございます。私もですよ、私は体調不良でずっとね悩んでて、もともとあんまり体強い方じゃないんですけど、でかいだけで胃腸も弱いし、なんですけど YouTube やり始めてから、実家の片付けやり始めてから、特にすごい元気ですね。お腹痛かったりとかすることも多々、昨日なんかもちょっとひどめ、お腹ちょっと痛かったんですけどね、家に一日いたら。だけどこうして今やってたら、今なんか全然大丈夫、多分皆さんとこう楽しく話してるから
気が紛れて体調不良とかね考える余裕はないんやと思うんですけどね。もうこちらこそです。ありがとうございます。皆さんのおかげ。今日の夕飯は何ですか？考えてません。冷蔵庫にあるものでご飯作るときに考えます。悩むの嫌なんですよ。縛られるの嫌なんですよ。今日の夕飯何作ろう、何を作るために何々買いに行かなあかんとか考えるの嫌なんですね。だから適当に何か野菜と何かタンパク質が冷蔵庫の中にあればそれでいいと思ってるんで、栄養面的にね。それでもうご飯作らなあかんってなった時にさあ作るぞってなって冷蔵庫パッて開けた時に適当に考えて適当に作ります。なので名前のない料理です。私のご飯は唐揚げとかとんかつとかそんなご飯作らないんですよ。適当にあるもんを適当に混ぜて適当にあるもんで適当に料理味付けする、なんだかわからないおかずご飯ですよ、うちは。人様には出せません。だから家族だけが健康になればいいと思ってるんで、で家で美味しいものを食べれると思ってないんで、うち息子とかうちの夫も美味しいものは外でしか食えないってもともと思ってて、うちの夫運のいいことに姑さんがあんまりお料理得意じゃなくて好きじゃなくて手料理食べてきてないんですね、うちの夫が。なので外食最高、伊勢丹最高っていう旦那なんで、デパートで買ってきた食事とか一番喜びますし、私が一生懸命料理して新婚の時とかね、何品もご飯用意してこんなんしか作れへんかったけどって謙遜して出すじゃないですか。そしたらいいんだよ、家の飯なんてまずくても外でうまいもん食えるんだからとかって言うんですよ。それは私を慰めるというか、別にいいんだよそんな気遣わなくてっていう意味で言ってるんでしょうけど、私はね頑張って新婚やし頑張って栄養面もね旦那のことも考えて作って出して謙遜して言うてるのに、いいんだよどうせ家の飯なんかまずくたってって言われた日にはねめちゃめちゃ腹立つでしょ。それでねよくね新婚の頃喧嘩してましたよ。そんなことも思い出します。だから家族のために心を込めてとか愛情を込めてとか料理するのねバカバカしくて、全然考えたりするのもしんどいしめんどくさいし、夕飯は何作るかは決めてません。毎日朝昼も一緒です。何が出るかはその時のお楽しみです。夫の実家がゴミ屋敷です。これまたね自分の家じゃないところがまた問題ですね。なので帰省の際はホテル取るんですけど、それに文句言うんですよ、実家があるのにって。実家泊まりたくない。私旦那の実家一回も泊まったことないです。寝れんし怖くて風呂トイレも使えません。そう、私潔癖症やから無理ですよ。今日は農協行ってたんですよ。農協お寿司みたいなやつ昼間買って残ってたやつとかあるから、もうその辺の残り物を息子に食べさせて、適当に買ってきた野菜を煮るなり焼くなり炒めるなりして、私はスイカが楽しみなんです。今年初のスイカをね食べますよ。今キンキンに冷やしてますからそれを食べる。フルーツの中で一番何が好きですかって言われたらスイカって答えるんですけど、スイカはフルーツじゃないんですよね。スイカは野菜なんですよ。だけどフルーツの中で一番好きなのはスイカです。スイカと野菜や言うてんのね。スイカと梨とイチジク、イチジク大好きなんですよ。おじの家庭菜園でイチジクがなるそうなんでね、それをちょっとね期待してます今。イチジク大好き。ビールもまだお預け。そうか、車の運転がねあるから。ご苦労様です。お子様いらっしゃる方、私ももうやっとこさそういう送り迎えの生活から逃れられ、私がね車を持たない理由はそれもあるんです。車を持ってたら家族にこき使われるでしょ、主婦って。駅までの送り迎えとか、息子だったら雨降ったりしたら学校とか送り迎えさせられるじゃないですか、大学とはゆえ。そういうのもあって、高校2年生の時に車手放したんですかね。ミニマリスト、捨て活、いろいろその節約とかの意味もあったけど、家族に振り回されたくないっていうね意味で車捨てたっていうのもあります。そうしたらもうほら息子も塾とか行くのも自分で行くしかしゃあないでしょ。自転車で行くか電車で行くかしかないじゃないですか。でも最悪タクシー乗ればって感じで、私もそうですけど、最悪タクシー乗ればいいし、それをやったところで車の維持費よりも安いやろっていう話で車手放しましたね。あとは運動不足解消するため、車がなかったら自転車がなかったら歩くしかないし、でバスとか乗ろうにもバス乗るの嫌いやし、もう歩くしかない。タクシー呼ぶって言ってもめんどくさいし、私人見知りやし人と喋るの苦手なんですよ。だからもう電話してタクシー呼ぶのも嫌、タクシー呼んでタクシーの運転手と喋るのも嫌。だからタクシー乗るぐらいだったら歩いたるっていうぐらいで、
1時間ぐらいやったらタクシー乗るより歩いた方がいいです。私は炎天下の中でもそのぐらいだから、車を手放すことによって運動不足解消っていうのもありましたね。メロンは好きですか？メロンは嫌いじゃないですって感じかな。家は親戚が夕張メロン作ってたんで、夕張メロンってまた高いやつでしょ。貧乏症なんで、ケチケチリアルなんで、フルーツ自体買うのね、結構抵抗あるんですよ。夕張メロンってもう贅沢の極みじゃないですか。いちごとかも買わないし、私。自分では絶対買わないですね、夕張メロンなんて。で、ちっちゃい時は、あれなんていうの、マスクメロン？売りみたいなのあるでしょ。黄色いの、黄色いの、オレンジとかのやつ。ちょっと硬いやつ。ああいうのはね、母が買ってきてくれて、よく食後に食べたりしてましたけどね。あの、コンビニで、冷凍になってるやつ、セブンとかで、はちょいちょい買います。あの、ヨーグルトに、あの、冷凍フルーツを入れるんですけど、たまに買います。ちょっと割高ですけどね。ペットボトルのゴミが出て大変なので、炭酸水作るやつ買って飲みまくってました。なんか、あるの知ってます。見たことある。炭酸作るやつね。もうそういうのもね、めんどくさいです、私。やってくれる人がいたらいいけど、そういうのも、お茶を作ることもめんどくさくてやめたし、ずっとやってたんですよ、こって。自家製16茶とか言ってね。もういいか悪いか分かれへんけど、化学反応起こるんちゃうかっていうぐらい、自分が直したいところに効くっていうようなお茶とか。買いまくって花粉症だったりコレステロール下がるとか意思が溜まりにくい意思を溶かすやつとか副鼻腔炎治すやつとか胃ボトルやつハトムギ系のとかいろんなお茶あとエキナセアのインフルエンザ予防免疫力アップのエキナセア茶とかねいろんなお茶を緑茶もねカテキン買ってそれをブレンドして自分でブレンドっていうかもう一つの大きい瓶とかに入れてこうシェイクしてそれを煮出して飲んだりとかしてたんですよ。もうそんなんもうめんどくさい。もう容器を洗わなあかんし、夜間も洗わなあかんし、夜間のなんかね、注ぎ口のとことか、お茶の茶渋がついたりするのをこすらなあかんしとかね、お茶を入れる容器の消毒がとか、もうストレスにどんどんなってくるんですよ。もうそういうのね、やり出したらほんでまた止まらへん。もういろんなこと全部にこだわり始めて、お茶だけじゃなくて米にとかね。もう野菜も無農薬でとかね。こうやり出したらもう延々、もう突き詰めてやっちゃうんで、もうしんどくなってね。全部やめましたね。なんで、その炭酸水作るやつも興味あるし、やってみたいなと思うし、いいなと思うんですけど、私は無理です。夫とかが買って家でやってくれるんやったらぜひやってほしい。コーヒーとかも。もうコーヒーのやつとかもいろいろありましたけど、紅茶とかコーヒーのこだわりのグッズとかもいっぱいありましたけど、全部捨てました。それこそもうコーヒー紅茶美味しいやつは外で専門家が入れたやつを飲むって決めて夫じゃないですけどもう家ではもう別に普通に缶コーヒーでも何でもええわみたいな感じですよ。ミニマリストになってなおさらです。旦那さんがまだまだ送迎係です。素晴らしい。旦那さんが送迎いらないっていうのがいいじゃないですか。うちは単身赴任し始めた頃私車持ってたから私が旦那を送り迎えしてましたけどね。私はなるべく歩きます。うん、車があっても歩ける人はいいですよ。意志が強い。だいたい車ある人はもう本当にすぐそばのコンビニまでも車で行きますよ。だいたい。私の周りでも。この田舎の人なんかみんなそう。親戚なんかも近くに事務所があってそこで仕事してはるんやけど、自分の家歩いてすぐやのに車ですよ。やっぱりもう慣れなんでしょうね。もう車が足。名実ともに車が足なんでしょうね、きっと。タクシー嫌いです。ですよね。私タクシー乗ったらめっちゃ酔ってました。結構大人になるまで。営業職とかしてた時にタクシーをすごい乗らなくちゃいけなくなって、25ぐらいの時。そのぐらいからかな、タクシー乗っても、全然平気になったの。酔ったりするのね。だけど匂いとかね、なんていうのかな、ビニールシートじゃないけど、革の匂いじゃないですよね、あれ。ビニールみたいな匂い？椅子の。とかね。あと、やっぱ密室で。おじさんと清潔な人ばっかりじゃないから一緒に乗りたくないわっていうようなおじさんもいるし私は桃が好きです。そう、桃も人気ありますよね。桃は剥きにくい剥きにくいの嫌い嫌いってごめんなさいね。好きな人に好きなんですよ。好きやけどそれ桃が好きってあ違うなジュース関係ないなそうジュース好きな人はジュースってね韓国のスーパースターですよ。韓国のスーパースターのジュースはお尻がね、プリッとしてて、ファンの間ではね、桃尻みたいな感じで、桃が
あの出てくるとみんなあの反応するっていうのね、お決まりなんですけど、あれ薄皮をこうピーッとめくれるような感じやったら桃も剥きやすいですけどね。でもあの包丁使って剥くっていうフルーツはもうまずめんどくさい。私はあのスイカもね、だから本当はこう切って食べるのめんどくさいんですよ。だからカットフルーツが一番ですけど、割高やしビチャビチャってなってるから、あのだいたい6切りぐらいの、もう一人でも食べれるぐらいの量をだいたい買ってきて、1回で食べるのが本当は理想ですけど、今日は丸々1個買ってきました。イチジクとかなんかね、包丁いらないでしょ、その場で剥いてその場でパクッと食べれるです。まあかろうじてなし、リンゴぐらいはね皮剥いて食べますけど、ちょっとややこしいのはあんま好きじゃないですね。グレープフルーツとか味は好きですけど、剥いたりこうほじくったりするのめんどくさいのは嫌いです。嫌いですっていうか、あの味は好きですけどめんどくさいです。スイカ出したらあの家族と喧嘩になるのが、下のね皮のところに赤いのを残すんですよ、夫も息子も。それが私は許せない、もったいない、残すな贅沢なって。だけどそんなもんはね、あのコオロギが食うところやってうちの主人言うんですよ。コオロギが食うところ俺は食えないって。で息子はもうまずいって言うでしょ。だから私は皮付きでこう普通にこう三角みたいにしてかじって食べるような状態で出すんじゃなくって、皮をギリギリのところまで包丁で全部削ぐんですよ。で赤い丸赤い丸を作って、それをカットフルーツにして自分で、でそれをあの食べれる量だけタッパーに入れといて、食べる都度出してお皿に入れてフォークで刺して食べる。であの大量に今日みたいに買った時はそれをね冷凍しとくんですよ。スイカシャーベットにしといて、長きにわたって腐らせずに最後まで食べ尽くす。そして糖度の甘いスイカやったりするとヨーグルトに入れるあの具材として使ったりしますね。そしたらその売りの部分、コオロギが食べる部分も必然的についてくるから食べざるを得ないっていうね。赤いのについとったら食べるんですよ奴らは。グリーンの方についてるとあの黄緑の部分はみんな食べないんだけど、赤いのについてると仕方なく食べるんですよ。だからもう私はカットフルーツにしてね出してやりますよ奴らに。私はシャインマスカットが好きです。マスカット人気ですよね。巨峰とかでっかいのはね私まだいいんですけど、あれも皮がめんどくさいんですよ私。ちっちゃいのデラウェアっていうんですか、あれちっちゃい時ね毎日一房食べてましたけど、あれもねもう今食べられない。ちっちゃい時は大丈夫やったんですけど、だんだん大きくなるにつれて、年取るにつれて潔癖が強くなってきて、デラウェアとかブドウとかのその皮を口に入れるのがね無理なんですよ。だからマスカットとか巨峰は最初から全部冷凍します。そしたら皮がねつるんと剥けるんですよ。あのトマトとかもね皮剥き湯剥きしなくても冷凍しといて解凍したらあの皮つるっと剥けるでしょ。その感じでマスカットもあの冷凍しといたら皮は結構簡単に剥けるんですよね。マスカットは冷凍して食べます。ジュースも好きですよ。ですよね、ありがとうございます。でもだから桃じゃないでしょ。だから桃じゃないですよね。だってあれジュース好きな人は桃のことに敏感ですけど、スタバでなんか桃のなんかが出たとか、コンビニで桃のなんかが出たって言ったらみんなあのツイートしたりインスタにバンバン載せてはるけど、あれもジュースだからでしょ。桃が好きやからちゃいますよねあれ絶対。私も剥いてくれたら食べる人いいじゃないですか。これご主人がやってくれるんでしょ、羨ましいわ。もう仲良しで優しいご主人やったら。あ、でもうちの夫はいたらフルーツは剥いてくれる。あの料理とか全然してくれないけど、フルーツ好きやから本人が自分で剥いてでも食べたい人やから、フルーツは剥いてくれる。優しいからではなく自分が食べたいからです。スイカ農家ですか。家族のほとんどが苦手です。あのね、私の大親友も、お父さんがスイカを作ってはるんですけどね、スイカアレルギーなんですって、私の友達が。普通に包丁でスイカとか切ってたら、ジンマシン出るんですって。だから、危ないですよ。そういう苦手じゃないかな？味が嫌いってことかな？大好きなのが、母と弟の嫁だけ。うちの血のつながりがない人だけが好きなんです。なるほど。もうなんか見すぎてるから。ずっとあるからかな。飽きてるんですかね。なんかそういうのありますよね。そう、食物アレルギーは皆さん気をつけてくださいよ。あの主婦の方、手が傷が入ってる人とか、あの手荒れがひどい人、よく荒れる人。私も夏場でもちょっとカサカサしてるんですけど、3シーズン結構ひび割れてる感じなんですよ。でそういう人は食べ物、野菜とか果物触るときに気をつけた方がいいです。その皮膚から吸収して
アレルギー発症することがあるんで、食物アレルギー。ひどい人は結構アナフィラキシー出たりするんでね、気をつけてください。うちの息子それでね、ピーナッツアレルギーですから、皮膚から吸収して。私の友達もそれでスイカ、キュウリ、ウリ系ダメなんでね。その彼女も手荒れてるんですけど、手から吸収してなってます。スイカ食べたい食べたい、高い。今日私こんな大きいの？ビーチボールみたいなやつ。1500円でしたよ。安いんちゃいます？安いでしょ？農協の。1500円。楽しみ。スーパーで買ったら、こんな三日月ぐらいのやつで500円ぐらいします？それ思ったら、6倍ぐらいはするか、3000ぐらいするよね。安いわ、安い。水分取ってね、ありがとうございます。もうね、空なんですよ、実は。すごい気が利きますね。気が利くというか気がつきますね。ありがとうございます。気がつく？なんか上から目線やな。配慮が行き届いておられますね。実はちょっとね、喉が渇いてまして、ちょっと取ってきてもいいですか？しばらくお待ちください。見て、これ、これこれ。すごいでしょ？でかくない？私の顔の方がでかいんちゃう？同じぐらい。私の顔と同じぐらいで、1500円ですよ、これ。めっちゃ重い。すごい安いでしょ？ほらほら、美味しそうでしょ？これ。めっちゃ楽しみ、私これ食べんの、今日。これ、妊婦みたいやね。うちの息子これぐらいありましたよ。このぐらい。このぐらいありましたよ、私。お腹。あったあった。これぐらいありましたよ、私のお腹。いや、ほんま、妊婦やん、これ。ね、美味しそうでしょ？これを私夜食べますから、ちょっと戻してきます、戻す。それとね、これ丸い状態で見せたかったけど、これがね、米粉のシフォンケーキ。これめっちゃ美味しいの。これみんなに紹介したいわ。めっちゃ美味しい。ええ匂いしてるし、もうめっちゃ食べたい。これ今全部食べれるわ、お腹空いてるから。これをむさぼり食えるぐらい今お腹空いてますけどね。我慢。ふわっふわ。農協って楽しいですよね。いろいろスイーツまで買えるもん。これ650円。美味しかった。ちょっとこれ、冷凍庫に入れてあったんですよ。凍ってしもうた。シャリシャリ。炭酸。これ開けたらやばいんじゃん。いける？あ、いけてる。いける。昨日の夜開けたからね、気が抜けてちょっと飲みます。冷たい、冷たい。あ、凍ってる、凍ってる。これ梅酒入れたら美味しいやろな、氷が入ってて。ちょっと梅酒にしてきてもいい？これ一緒に行ったらいいんか。みんなとこれ一緒に行ったらいいわ。頑張り屋さんだな、リアルちゃんは。頑張り屋なんですかね。頑張ってる方が元気ですよ。うん、頑張ってるってあんまり思ってないけど、もっと自分は頑張らなって思ってますけどね。怠け者やし、ぐうたらやし。ですけど、忙しい方が元気。お腹に入れるそう。スイカね、冷たくて気持ちよかった、さっき。スイカお腹入れたら。はい。ちょっと梅酢ちゃう。梅酢でもいいけど、梅酢を足そう。もうちょっとだけ足す。氷が出てけへん。梅酒はね、こんな感じ。これほら、ちょっとオシャレでしょ、これ。化粧瓶みたいな、これ。こんなに入ってんですよ。無農薬栽培で育てましたって書いてあるね。焼酎、梅、砂糖のみ。そんなもんですか？さて、問題です。これ、500ml です、これ。3年熟成の品種限定こだわり梅酒ね。500ml。いくらでしょう？正解者には何も出ませんけど。シフォンケーキのこの残りを。あげたいですけど、この梅酒を一杯ご馳走したいですけど、正解者いたら私がおめでとうございます言います。はい。おいくらだと思います？ちょっとだけ足そう。あんま調子乗って飲んだらな。580円。うん、それは安い。1500円、700円、1500円、1200円。うん、皆さん農協やと思ってちょっと安く見積もりすぎです。しかしでも高い。私今値段見てびっくりした。ちょっと待って。あのね、何種類かあったんですよ。私、横のやつと間違って買ってきたかもしれん。580円、1500円、700円、1500円、1200円、800円、900円、880円、750、880円、笑い、750円、900円、笑い笑い、2000円、2980円、おー、ぴったんこ、2500円、正解です。正解。高いのですかね。そうかそうか、私が高い言うだから値段が上がってきたよね。3880円は高すぎですよ。正解2500円ね。高いですよね。びっくりした、私今見て。ちょっと間違って買ってますわ。まあまあいいですけどね。3年熟成やから。高級な梅酒ですよね。私びっくりした今。ちょっと待って、見るわ。あれ？値段書いてるわ。2500円は高っ。私多分1500円なんちょっと間違って買ってんねん。アホちゃう？おじとおじの友達一緒やったから、私買い物長いんですよ。優柔不断。わかるでしょ皆さん。
YouTube 見てくださったらわかるでしょ、私が優柔不断なの。買い物行っても、もう成分表裏見たり、パッケージ見たり、ロゴを見たり、いろいろ検索してネットとの値段比較したりとかして、買い物行ってもめっちゃ長いんですよね。70過ぎたおじい2人を待たせた状態でね、裏表示見てってやれないから、そういうとこ気がちっちゃいんでね。だからもうパッと見てパッと買ったんですよ。あ、良さそう、ちょっと高め、でも美味しそう、無農薬やしと思ってパッて入れたんですけど、1000円多分間違って買ってますよ。2500円とびっくりするわ。なんかセリみたいで笑いましたそうだね、さぞかし美味しいでしょ。ちょっと飲んでみますよ、この濃いめのやつ。美味しいと思います、多分。私はあんまり味わからんのでね、甘すぎない、なんかちょっと苦味があるような、さっぱりしてる、飲みやすいですね。これは酔っ払うと思う、多分美味しいし、いっぱい飲んじゃう。もう炭酸がこれでなくなったからちょうどよかった。現役でも飲めますけど、もう飲まない、ちびちびいきますよ、高いもんちょっと後でね、両家の父にちょっとずつね、梅酒注いでお供えしとこうと思います。おっちょこちょいでしょ。そうなんですよ、私すごいね、しっかりしてるように見えて、頼りがいがあるように見えて、そういうとこもあるかもしれませんけど、かなりのおっちょこちょいです。認知症予備軍ですから、それがなくてもかなりどんくさいとこあります。ボトルがオシャンティーでした。でしょ、香水瓶みたいなね、香水瓶っていうかなんていうの、化粧瓶、3年熟成でちょっと瓶が古ぼけた感じはしてましたけどね、大丈夫かなとちょっと思いながら、でもまあお酒作ってるとこが3年保管してたんやろうなと思って、それやったらまあええかと思って買いましたよ。おしゃれな瓶代で1000円取られたな、うん、そうか、瓶代もあるかな、その分高いんかな。今度行った時はもうちょっと安めのやつにします。ちょっとこの辺カーッとしてる。ちょっと濃いんかもしれんわ。ちょっと水足そうかな。ちょっとカーッとして、濃いですよね、これ色。どう見ても。炭酸が足りないんですよ。ね、買いに行ってほしいけど、息子に。頼むのも嫌。頼んで、なんか嫌な顔されたり、とか言われるの、ものすごい嫌なんですよ。で、自分で買いに行くのも嫌。もう一遍家入ったらもう全然出たくないから。もう我慢。あとでペットボトルの水を足して飲みますよ。どっちみち炭酸もね、もう気が抜けてるから。梅酒アルコール度数高いよ。ですよね。ですよね。あんまりアルコール飲んだらダメなんですよ。私も体調があんまり良くないし。アルコールってあんまりね、飲まん方がいいみたいなんで。お酒はちょっと体にいいとかっていう説もありますけど、なんかそうでもないみたいなんでね。本当は飲まん方がいいんでしょうけど、気分を上げるために、人生楽しむために。ちょっと飲んだ方がいいかなと思ってね。体調を良くするために食事療法をしたり、いろんなことを気つけたり、すごいストイックにやってたことあったんですけど、そういう時期がすごい長かったんですけどね。もうそれもあんまり良くないんかなと思って、なんかいいことやと思っていろいろやっても効果があまり感じられないっていうか、何をやっても何一つ変わらない、むしろどんどん病んでいくっていう自分に気づいたんですよね。でもすんごいしんどいし、すっごいストレスでしょ。なんかこれってむしろ体に悪いんちゃうかなって、気分的にも幸せな気分になれないし、人生楽しくないし。でうちの夫なんか私と真逆で、健康は金で買えばいいみたいな、自分の好きなもん食って好きなもん飲んで、病気になったら病院に行って薬飲んで治せばいい、そんなもんね、たった一度の人生なんやし、ちょっとぐらい健康に気をつけて数年長生きしたところで何が変わるんやと。今楽しまなくていつ楽しむんやみたいなね。だから好きなもんを食って好きなもん飲むんだ俺はって言って、焼肉食ってお酒飲んで口悪いね、焼肉食べてお酒飲んでコレステロールの薬とかガンガン飲んで、風邪薬なんてもうラムネのように食べるんちゃうな、飲むんですよ。だってそれ見てもう信じられへん、この人も感覚おかしいと思ってたけど、それはちょっと行き過ぎやけど、ある意味反面教師っていうんかな、私と真逆なんですけどね。それを見て、あ、これも一理あるなって思ったんですよね。食べたいものがあって、例えばこれめっちゃ食べたいじゃないですか、食べましたよさっきね。これを我慢した方がいいんですよ、私の体調のためには。砂糖も入ってるし、油も入ってるし、コレステロール高いし、薬飲んでる。だからこれを我慢した方がいいんですよ。だけど、我慢することでストレス溜まるでしょ?で、幸福感もない。だけど、これをね、少しいただくことで満たされる心。ね、美味しいし、気分いい、楽しい。ほんで今日も車の中で、おじとおじの友達と、こう、わけわけして、こう、ちぎって食べて、美味しいね、言いながら、遠足みたいね、言いながら食べたんですけど、その楽しいひと時を過ごせた。砂糖と油を取ったけども、
ほんまやったらね、私こんなんワンホール食べれるんですよ。全然平気。だけど、ちょっとにしとこうって言って食べた。それでまあ薬も飲んでますよ。我慢して節制してすごいストレスかかりながら食べたいけど食べられへん。辛いと思いながら数値をね、それでも下がるか下がらないか分かりませんよ。下がったって多少のもんですよ。ね、薬飲まないで治すってやるの。薬は飲むかもしれへんけど、楽しいひとときを過ごして、美味しいもんちょっと食べて、満たされて、楽しい一日を過ごす。それで寿命がね、どのぐらい違うか知りませんよ。数日短いかもしれへん。でも、どっちが自分とって幸せかって思ったら、楽しいひとときを過ごした方が確かにいいかもしれへんなって思ったんですよね。その自分がそのストイックに健康なことをやってても全然効果が見られない。そして夫はむちゃくちゃなことしてて薬飲んで全然もうハッピーみたいな。ね。もう私からしたら脳天気の塊みたいな。そんな状態を見てね、思ったんですよ。我慢することやめようと思って。で、適度に楽しんで、適度に薬とかの力も借りつつ、医療とかね、科学の力も借りつつ、適度なところで、行くのが一番ちゃうかなって思ってね、それをするようにし始めてから不思議とね、体調とか気分とか良くなったような気がします。あのメンタルも安定してきて、常にイライラしてこう息子とか夫に当たったりすることもいっぱいあったんですけど、そういうのもなくなってきたし、なんか常に満たされてて常に楽しいし、体調もまあそんなあのめちゃくちゃいいわけじゃないですけども、そんなにねやむようなこともないし、むしろちょっと不健康なことしてるぐらいの方が調子いいような気がしてね。でも調子に乗ってやりすぎないように気をつけるって、そこは大事ですけどね、一番。ちょっとそういうところにね、気をつけたりしてるんですよ。ほろ酔いぐらいがいいですよね。そうそうそう。だからそのお酒もね、一滴も飲まん方がいいとかいう話もありますけどね。自分が飲みたい時にちょっと、たしなむ程度で飲んだらええんちゃうかなって思いますね。バランス、メリハリが大事なんですかね。そうですよね。何でもそうやと思いますよ。食事もあれあかん、これあかんじゃなくて、何でもまんべんなくがいいような気がしてます、今。病は気から、そうですよね。昭和の母より、昭和の母より私も昭和の母ですよ。うちの母に、病は気からとか言って、あんたもうそんなやって、あの、ストレス抱えて、病気や言うて病院回ってるけど、気分的なもんやし、もっと気合い入れてとかって言われたけど、病は気からとか言うて、ね、自分で気合い入れて病気治るんやったら病院いらんわとか言ってましたけどね。でも、あの、大いにあると思いますね。あの、本当に癌やとか、本当になんか病気がある場合は別ですけど、あの、不定愁訴っていうかね、まあ、例えば更年期だったりとかね、なんか原因不明のような体調不良、っていうのはかなり気からっていうのは大きくあるんやなっていうのを身をもって私は実感しました。それが皆さんにあの当てはまるかどうかっていうのは分かりませんけどね、第五師匠の言うサンプル1なんでね、私の体験ですから、サンプル1ですから皆さんに当てはまるかどうか分かりませんけど、あとはだからあの認知症対策ね、認知症かなり気になってるんで、私今日もね、うちの母が一番長女で、一番下に10歳ぐらい年の離れた妹がいて、私のおばですね。いて、そのおばも認知症なんですよ。で、そのおばの家にね、今日ゲリラでおじたちと一緒に訪れてって、家の様子見たり、ちょっと話したりして、状態をね、見てきたんですけど、私のことが、この間会ったんですよ。1ヶ月以内に1回会ってるんですけどね。なんか私が行ったら、誰々、ちゃんやんなみたいな感じで、ちょっと忘れてるんか、なんか怪しいような感じがあったりとか、必要以上にちょっとテンションが高かったりとかして、なんか話してることもちょっとつじつまが合わんかったり、あの本当のことと違うようなこと話してたりとかして、ちょっとね心配なところがあったりしたんですよね。で、そういうね、認知症の人が身近に2人もいるとナーバスになるっていうか、私もその血を引いてるんで、でも物忘れも激しいし、気をつけなあかんなと思ってね。最近は特にそこにね、体調管理よりもそっちの方、脳の方気をつけなあかんなと思って、いろいろやってます。サバ缶食べたり、チョコレート食べたり、まあそれ前からやってますけどね、コレステロールにもいいんで、コレステロール高いんでね、私、薬飲んでるから、あの、食べ物としても好きやし、脳にもいいって言うんでね、サバ缶、高カカオチョコレート、散歩、歩くように。さっきも言ってましたけど、節約とかね、そういうのも兼ねて、ミニマリストとして車を手放したっていうのと、運動のため、体力作りのため、そして認知症のために歩いたりするっていうことね、今やってるんですよ。
今日はね、そのおばのところに行って、またね、やらなあかんなと思ったとこです。認知症アラフィフでも来ますか？来ますね。早い人はすごい若年性で来ますしね。25年前でしたっけ？認知症になるもう何十年も前から始まってるんですよ。認知症になってしまってからではもう遅いし治らないんで、もう早め早めの対策が大事みたいですよ。だから体にいいに決まってんですから、運動、歩くのが一番だそうです。水分補給が認知症には、そう、水分もいいんですってね。うちの母もペットボトルの水せっせと飲んでますよ。皆様今日も長い時間お付き合いくださいましてありがとうございました。ろくなことをおしゃべりできませんでしたけども、私自身は梅酒飲んだり、農協で買ったねものを紹介したり、楽しかったことを皆さんにお話共有できてすごい楽しかったです。お友達とねお茶飲んだり、お酒ちょっといっぱいね飲んで、家帰って家事頑張ろうかみたいな気分になれました。皆様のおかげでね、ありがとうございます。また買い物したら紹介してくださいね。ぜひ買い物ね、買い物こだわっていつもしてるからね、しょうもない買い物でもすごい紹介したいんですよ。農協に限らずスーパーのコンビニのね全部。また待ってます。ありがとうございました。皆さんバイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。 Twitter、 インスタもやってます。それではまた。